トルナーレ日本橋浜町は、東京都中央区日本橋浜町3丁目に、日本橋浜町3丁目西部地区市街地、再開発組合が整備した、超高層ビルを中心とする施設群。共同住宅棟、オフィス棟、低層棟のテナントゾーン及び建て替えられた神社、などからなる。2006年証明普及賞優秀施設賞を受賞。老朽化し、 建て込んだいた町の地域環境の改善と防災性の向上を図りつつ、土地の再開発にあたっては、従来あった八つの外区を統合して、新大橋2と清瀬橋通りの交差点に面した大規模な一つの外区にまとめ、既存の道路を敷地外周に緑道として付け替えながら足元周りに地域に開放された緑豊かな公開区地を形成した。公開区地では週末などには、 フリーマーケットが開催されるなど、地域の賑わいの創出にも役立てられている。都心部ではあるが、定住人口の維持、拡大を目指す、中央区の方針なども踏まえて、587戸のマンションという居住機能が多くを占める形で、建設されたほか、保育所も地区内に整備するなど、居住し続けられる環境整備を意識している。また、 周辺にあるビルと共に隅田川の熱を利用した地域熱供給事業に参画し、省エネルギー化を図っている。トルナーレ日本橋浜城は、再開発後の住民の再開を願って、イタリア語で、お帰りなさいを意味する、トルナーレから命名された名称である。地下2階、地上47階建て、倉庫数587個の集合住宅である。センターコア形式を採用し、 コア部分を CFT 柱による S 作り、外壁は RC 作りのハイブリッド構造とし、日常の居住空間の揺れや地震時に対し、バランスよく対応する構造形式を実現している。また発想元に、応力分担の高い機材橋を持つ構造形式を採用し、量のない居住空間も構築した。それによって、将来の間仕切り変更可能に対応する。 SI 住宅としての高い更新性も可能とした。加えて発送置きの強化フレームに合わせ、7、15、23、31、39階には空中テラスを用意したほか、46階にはスカイラウンジも配置した。10個のうち369個は都市再生機構の高額賃貸住宅として貸し出されていたが、 運営事業者募集による競争入札の結果、トルナーレ日本橋浜城、リガーレ日本橋人形町賃貸住宅団地運営事業、共同体が落札者に決まり、2019年2月1日から管理、運営を行っている。日本橋浜町は、旧安田財閥の創始者、安田善次郎が土地を購入。安田不動産は、 前身の安田保全社の時代から同庁で、貸し事業を営み、清洲橋通りを挟んで左側に先行して、開発した日本橋海タワー、南側の日本橋安田スカイゲートに続き、地上18階地下2階のトルナーレオフィスを開発した。建物の足元は、高さ8メートルのピロティにより透明感のある構成と、し、商業施設へ来訪者を導き入れるゲートとして、機能するほか、 公開空地への空間的な連続性を高めている。基準会は、住宅棟にオフィスコア部分を対面させ、プライバシーに配慮しながら、執務空間は幅58メートル奥行き16メートルの連続部柱空間の大部屋を実現。テナントに分割貸しにも、対応可能とした、主な入居企業商業、作業所、事務所からなる地権者の運営する、テナントゾーン。 各テナントとして、ピーコックストア、日本橋浜町店が営業し、クリニック、保育園なども入る。稲荷大臣を祭り地元の守り神としてこの地に鎮座してきたが、再開発に組合員として参加。低層を胸に社務所が置かれ、それとは別に独立した社殿や鳥居が敷地内に再建され、下町らしさを感じさせる雰囲気を作り出している。 再開発資金の出資者で再開発後のビルの大半を所有するデベロッパーではなく、開発前からの業者が中心になって、商店会を結成し、商業施設部分を管理、運営している。そのため、再開発以前からこの地にあった店舗が引き続き、入居し営業しているケースも多く、超高層ビルの近代的な姿の中にも、下町的な雰囲気の店舗構成と運営が、なされている。 再開発の施行によって、防災性向上及び土地利用の高度化が行われ、快適な住環境並びに、公益施設の整備から課題であった定住人口の確保に寄与し、賑わいの維持、拡大に貢献したとして、国土交通省から日本橋浜城三丁目西部地区市街地、再開発組合が平成18年度まちづくり功労者として表彰されている。 ありがとうございます。